今日もね、つみちゃん、はい、やってお話の続きをやっていこうかなと思います。はい、はい、一応お手紙いただいてます、今日も。今日はぬかさんからです。まだ2回目じゃなかったっけ。2回目ですよ、ね、お手紙です。はい、お手紙と、そう、それを、ね、一応ね、ありがとうございます。ちゃんとすっくりのルカさん、もう締め切っちゃったんですけど、はい、6月中じゃない、5月中か、はい、消印のあるね、プロフィール帳については、はい、この後トラカプロフィールを書いて、コロチケつけて送ります。送りますので、ね、またやろうね、いつかこの機会にね。はい、じゃあ、ね、お手紙を読んで、手紙読みます。こんにちは、前に手紙を送った赤のカービィブーです。あ、覚えてますよ、前の動画でプレゼントをやっていたので応募しました。ありがとうございます。企画用のものつけと普通のものつけをつけました。ぜひ使ってくださいね。また動画に出してほしいです。今日出ますよ。ヌリちゃんさんも出さなくても OK です。出します。もしトラカちゃんのものつけをもらったら、ツインテールズをたくさんやりたいです。お、ありがとうございます。ツインテールのものつけの方がいいのか。あったっけな。さあ探します。あるに決まってんじゃん。あるね。あと私のサインを考えましたが、猫が好きなので猫をイメージしました。おお。もしも企画のプレゼントがあったら大切に保管します。あとミックスコーデを考えたのでぜひ使ってください。まだ試したことがないので似合うか分かりませんが、あとスミックグラスのワンピをプレゼントします。持っていたら捨てても OK です。コロナウイルスが流行っているのでお互い気をつけて、また、お互い気をつけましょう。また送りますね。はい、するか、私のサインです。サインね、かわいい猫ちゃんのサインをつけていただきました。かわいい、ありがとうございます。はい、ということでね、ミックスコーデは次では次で使っていきましょう。はい、ね、今日は多分前回出したニコチケをニコチケを使わなきゃ使わなきゃというところなので、なんと、ね、ルカさんね、前も撮ったんですよ。はい、前も撮ってストラカそっくりなんだよね。そうなんだよ。そうなんです、ストラカそっくりなんですよ。今ストラカツインテールじゃなくなっちゃったんであれなんです。ちょっと本当お手紙のタイミング申し訳なかったんですけど、タイミングがね、まあぜひね、このニコチケを使わさせていただいて、あとストラちゃんから一つ告知がいいですか。どうぞ。あ、わかります。かわいい髪型を、了解です。あったので、じゃあそれでやっていきましょう。はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあお手紙持ってください。はい、ありがとうございます。かわいい、かわいいね、あの目は。どうした、キラッチュー。ツンツンしてほしい。ツンツンって一言も言ってなかったからね。え、言ってたじゃん。言ってたっけ。うん、やってみたいっちゅー。やってみたいっちゅー。あ、ありがとう。あと、トマトヨハートが。おぉ、おぉ、食べて、わさるかちゃん。これ一体いくつになったら何になるんだろう。6歳だよ、ハートが6だからね。フロアがこんなに増えたって、何増えたの。おー、ナイス、いい仕事するね、キラッチュー。やばいよ、うちのチャンネルより増えるよ。さあ、物語の続きをやっていきましょう。第3話ですね。はい、さあ、今日もギリギリキャッチを狙っていきたいと思います。そうね、ファンタジーレアストーリー第3話。ミライちゃん、お願いされたんです。あ、これか、出た、2つ繋がるんだ、話が。アンジ様なら何でもなるよ、きっと。ね、早送りになっちゃう曲はダメでしょ。あんまりよろしくないね。まあ、しょうがない、それしかなかったもん、これでいいけど。まあでも考える。おもちゃんじゃなくなっちゃうよ。さあ、お、かわいい、かわいいね、これダイヤチェックガール。なるほどね、はいはい、かわいい。さあ、使っていきましょう。ダイヤ、ダイヤ、そら、そらかっぽい、そらかっぽい。ルカさんのサインが書いてある。ほんとだ、かわいい、ルカさんのサイン。あれ、そらちゃん、この雫の持ってなかったっけ。
ょっと古着があれだ。いいよ。今度キラッチは。雫かわいいね。ゆかさんこれ。あ、かわいいかわいいこれ。雫かわいいね。いい。わかんない。動画の尺を直すためじゃない。いや、カットですよ、カット。なんか珍しいコースじゃない、その感じは。確かに。タイミング的に遅かったよ。たぶん、プリちゃんが足りないからこれ未来ちゃんがくれるんだよ。そういうことでしょ。たぶんそうだよ。ある、ある、持ってる。いいよ。持ってないコードを持ってないコードをね。どんなお話？次早く見たいんですけど。チャリングステーションスタート。パシャ。たまにパシャするんですか。ユフー。ユフー。最高だよ。え？パシャパシャ。やった。こっちこっち。狙った今。はい。ポーズ。後ろ見て、後ろ見て。はい。いいね。撮影終了。振り付けにプリントする設定があるよ。2枚もあるよ。どれするんですか。お任せで選ぶ。この写真でいい。この写真でいい。あ、はいだな。この写真でいい。あ、エモい振り付け。あー、確かに。ゆうたはメルだと思う、俺も出てくるの。メルじゃなかったらびっくりだよ。
振り付けを忘れたので、後ろに並んでいるお友達がいたら、順番をチェンチェン。はい、ということで終わります。みんなにマスクしてどうしたんですか。咳がしたがたがな。ああ、ね、やっぱり他の人にね、感染させないようにというところで。はい。痰を飲んだら変なところに入った。はい、ありがとうございました。ルカさん、ありがとうございました。ルカさん、ね、いつも本当にたくさん送っていただいてね。はい。感謝でございます。トラカのプロフィール帳が届くのをお待ちください。あの、プレゼント企画というかね、もう、送っちゃいますね。送っちゃいます。あの、はい、抽選ではなく、今日は2人しかいなかったんで、はい、プロフィール帳言ってくれた方が。ね、お手紙はいっぱい溜まってたんだけど、うん、なので、はい、その2名の方には、もう、送ります。送りつけますんで、はい、使ってください。使ってください。よろしくお願いいたします。取りやすいようにテープで貼っておきます。はい。トラカの字が読めるかどうかは、それはちょっとトラカさん。うるさいなぁ、もう。わかりませんが。はい。はい。じゃあね、もう一回、前回もやったんですが、はい、告知をお願いいたします。告知？はい。あ、そうか。7月の11日土曜日ですね。はい。はい、原宿のプリズムストアにて。はい。フリータマが先行発売されるので、トラちゃんも買いに行きます。買いに行きます。トラが連れて一緒に行きます。トラコさんですね。はい、はい、だから朝早くしなきゃ。そう、多分9時、10時オープン。まあ原宿行くの結構遠いんで。10時か違う、もう10時かもしれない。まあ時間はね、ちょっと追って、うん、Twitter、コミュニティとかの方にね、はい、出します。はい、Twitter はトラコさんの Twitter と、はい、ムービースロカのアカウント2つあるので、両方とも登録していただいて、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あとね、最近ちょっとゲームチャンネル少しずつ伸びてるんで、はい、あの皆さんぜひよろしくお願いします。そらかの華麗なるフォートナイトの技を見に来てください。皆さん、うるさいな本当ね、最近ビクライが取れなくなりました。シーズン3になって難しくなってるね。そうだ、サメにやれるよ。サメにね、やれるからね。そらかね、そらかさんも頑張って遊んでますので、はい、そちらも遊びに来てください。はい、じゃあ最後お願いいたします。よろしくお願いします。それでは、せーの、お疲れ、バイバーイ。